皆さんこんにちは。ニコ TV 本郷正道です。私は今守山市にあります JA 近江富士ファーマーズマーケット近江市守山店に来ております。この番組はご覧の提供でお送りします。ラーメンセゴドン。今回私と同行してくださるのは小森さんです。どうぞ。よろしくお願いします。いつもは何をされてるんですか？今大学生で、サークルでよさこいをしています。よさこい、はい、いいですね結構激しいんじゃないですかね？結構しんどいですこれでスタイルを保たれてるんですかねそうなんですかねで今回ですね、はい、こう直売所っていうことで、こういうところはあまり来ないですか？そうですね、初めて来ました。週末いろんなイベントもあって、はい、また特産品いっぱいありますんで、はい、ぜひ楽しんでください。はい、楽しみたいと思います。では行きましょうか。はい、早速入ってきましたが、はい、すごい大盛況ですね。いっぱいですね。オープン前から人並んではったので、はいはい、もう週末になるとこれが当たり前のようで。あ、そうなんですか。はい、では 今月のおすすめの、はい、商品をご紹介したいと思います。はい、まずこちら見てください。トマトですね。真っ赤です。真っ赤でも黄色もありますね。オレンジもいろいろあったりして、こちらエアルームトマトっていうみたいですね。いろんな種類のトマトがここではいっぱいいただけるということですね。でこちらも見てください。大きい、大きな、綺麗ですね。綺麗です。本当もう塩をかけてパクッとしたいですね。そういうイベントも企画できたらいいんですけどね。はい、続いてはこちら、ししとうや唐辛子たくさんありますね。普段料理とかされますか？あ、しないですししとうもし食べるとしたら何か？あ、そうですね、ししとうは焼いてタレつけて食べます。そしたらバーベキューとか持ってこいですね。そうですね、バーベキューとかによく食べます。はい、もうめっちゃ大きいですね。大きい、すごい。続いてはこちら、ナスです。はい、ナスビです。やっぱり夏といえばナスですよね。ナスですね。はい、麻婆ナスめっちゃ好きなんですよね。あ、大好きです。で、この大きなナスをパクッと、すごいですね。この大きなナスとか100円ですね。安いです。安い。ぜひ皆さん食べてもらって、はい、こちらの方ですね、いろんな料理法が入ってますので、ゼリーぜひもらっていけるようなので、はい、もらって家で作ってほしいと思います。はい、こちら環境こだわり農産物です。僕たちの龍谷大学の学生は環境こだわり農業を PR する団体です。でこちら見てください、いろんな商品並んでますね。本当に環境こだわり農業っていうのは農薬をもうすごく減らして減らして作るんで、作るのが本当に難しいんですよね。それでこんだけ大きないい商品ができるっていうのはすごいなって思います。で環境こだわり以外でこちらブルーベリー、今が美味しそうにできてますね。で500円ってとても安くてみずみずしくて美味しそうです。桃があります。桃ですね。綺麗で美味しそうですよね。はい、こちら県内産じゃなくて県外なんですけど、やっぱり旬のものを食べる、新鮮なもの大事ですよね。でフルーツ他にもいろいろあって、そうですね、あ、はい、ブドウとスモモです。はい、美味しそうですよね。はい、いろんなもう栄養を取り入れて夏バテしないように、しないように食べて、はい、食べて元気になってもらいたいと思います。はい、今月の私がおすすめするお野菜はこちら、きゅうりです。きゅうりはやっぱり水分が多いんで、ぬか漬けとかしてもらって塩分を一緒にとって夏バテしないように塩分と水分一緒にとってください。採りたて野菜のきゅうりですね。はい、丸かじりイベントやってるので早速いただきたいと思います。いただきます。おいしい。なんかちょっとピリッと辛いんですけれども、すごくおいしいです。
皆さんこんにちは、小森沙織です。おきどきファッションコーナーの時間です。今回もおきどき森山店さんからお届けします。おきどき森山店の川戸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。季節は夏本番となって日差しが強いですが、夏こそおしゃれしたいですよね。そうですね。今回も紹介していただけますか？はい、今回もおすすめのコーディネートをご用意いたしましたので、どうぞご覧ください。今回のコーディネートはこちら、タンクトップが2点とネックレスがついた3点セットでお得な商品となっております。デニムの短パンでスッキリと合わせてみました。こちらのセット商品は3点で会員様価格2680円、こちらのデニムショートパンツは会員様価格1900円となっております。今回のコーディネート着てみていかがですか？はい、夏っぽいオレンジが入ってて、あとは涼しくて快適です。はい、とっても涼しげになってます。おきどきではメルマガ会員に登録されますと 15% オフになります。おきどきに来られた際にはぜひご登録ください。てんてんのおきどきでお待ちしております。彦根、森山、水口、大津、フォレオ、京都のおきどき全店でお待ちしています。皆さんもぜひお近くのおきどきさんにお越しください。では次回もお楽しみに。バイバイ。こちらの本館のお隣にあります、はい、レストランではバイキングがされているということで、早速伺ってみたいと思います。はい、大道バイキングレストランの木下さんです。先月とは変わったメニューがあるみたいなので、今月のおすすめ聞いてみたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。この夏に入りまして、はい、小松菜やほうれん草などそういう野菜からモロヘイヤとか、あと、金時草、それからですね、夏の野菜に変わってきています。それを、はい、かつお節と和えたり、はい、あとマヨネーズとごま和えにしたり、そんな形にしています。美味しそうですね。美味しいですよ、はい、夏といえばジェラート食べたくなると思うんですけれども、またジェラートも新しい種類が出てるみたいですね。はい、うちはいろんな季節の野菜とか季節の果物でジェラートを作ってるんですけれども、はい、この暑くなってきまして、前のブルーベリー園のブルーベリーを使ったジェラートですとか、はい、あとトマトもいっぱい出てきてますので、はい、トマトのジェラートなどなどいろいろありますので、またジェラートの担当の方に聞いてみてください。はい、お願いします。ではジェラートの方も見に行ってみたいと思います。森山の森山メロン味もありますね。先ほどお聞きしたんですけれども、スモモ、取れたてのスモモのシャーベットや、あとこちらで育てられているブルーベリーを使ったシャーベット、あと夏の野菜のシャーベットもありますね。どれも美味しそうです。いただいていいですか？ありがとうございます。いただきました。3色盛り合わせです。じゃあ早速いただきます。森山のメロンいただきます。すごく濃厚です。取れたてのスモモいただきます。ちょっと酸っぱいんですけれども、後から甘いのがじわじわきます。おいしい。ブルーベリーもいただきます。ブルーベリー のジェラート初めて食べたんですけれども、美味しい、食べやすいですね。さっぱりしてます。暑い夏、皆さんも大道のジェラート食べてみてはいかがでしょうか？今回も JA 大見富士ファーマーズマーケット大見市森山本店さんにお伺いしました。どうでした？楽しかったです。きゅうり丸かじりとかね、はいはい、すごいいい感じで、夏らしくて涼しくなりましたね。はい、はい、そうですね、私野菜が大好きなので、もう今日は本当に楽しみました。で、はい、もう今お客さん大勢いらっしゃるんですが、もう野菜をいっぱい買わはって、はい、もう自分たちも野菜好きなん で、ね、ぜひ買って帰りたいと思います。はい、皆さんもこちら JA 大見富士ファーマーズマーケット森山本店さんに来ていただいて、
ね、季節の野菜たくさんありますんで、買ってもらって、またイベントもいろんなイベントありますんでね、楽しんでもらえたらと思います。ではこの辺で、次回もお楽しみに。バイバイ。綺麗な花ですね。家庭のベランダとかどうですか。次はこちら、ロウバイとかあまり聞かない名前が多くありますね。